Angel， 同我子豪。啲人咧成日话男女大有不同啊，其实我觉得男仔同女仔都有好多相同嘅地方噶。冇错啊，嗱，男仔同女仔都要食饭啦、瞓觉啦，同埋，可唔可以讲得深入少少咧？深入少少啊，咁男人同女人嘅进化论咧，就应该由灵长类动物开始讲起嘅。系，好啦，够啦，下次有啲咩咧，我都系直接讲好啦。你觉唔觉得我哋访问咗咁多女优啦，佢哋都有一个共通之处噶？满足大家嘅性幻想咯。都系，我觉得佢哋为咗自己嗰份工作而好努力，嗰份执着同埋认真咧，系好紧要噶。哦，三位呢？三位，行きましょう。我哋好开心咧，家庭先生咧再接受我哋嘅访问嘅，系よろしくお願いします。よろしくお願いします。听讲咧，你系第一个男优咧会揸跑车嘅，其实咧男优系咪搵好多钱噶？そうですね。車はもう免許を取った時から好きで、で、まああの23歳の時にあの国内日本国内の A 級ライセンスを取りまして、でそれから好きで、まあこの仕事してから、フェラーリを3台、ポルシェを3台、乗りまして、そのフェラーリ に乗ってる頃に結構あの富士スピードウェイっていうところでレースをしてましたね。今でも、時間とお金があればやりたいですけど、なかなか今は時間がなくて、はい、できてないんですけど、はい。如果要做男优咧，有冇咩条件啊？健康证明，同埋有冇训练嘅咧？まあこの仕事は別にあの資格はないので、あのなろうと思った人は誰でもなれます。まあだからあのどんな仕事でもそうでしょうけど、あのまあやる気さえあればあのできると思うので、まああの見てる人なんかは結構その男性気がやっぱり大きくないといけないんじゃないかとかって思ってる人いるかもしれないですけど、それはあんまり関係なくて、やはりあの女性を相手にする、女優さんを相手にする仕事なので、やっぱり女優さんと楽しく気分よく、気を使いながら楽しくできればいいと思うので、あのその男性気がどうだっていうこと以上に大事なことはたくさんあると思いますけど、まあ資格はないのでなろうと思ったら誰でもなれます。有冇試過有啲男 fans 咧係咁纏繞你，不停問你咧性技巧啊嗰啲嘢嘅咧？まあそれは、ちょくちょくよくありますね。でもあのまあそれそういうのを個人個人でその時々にまあ教えるってことはないんですけども、そういったハウトゥーに関してはあのビデオだとかあの本だとかっていうのを出しているので。まあおかげさまでそういうのを格闘だからあの日本では売れてしまうというのが現状ですね。はい。だからみんなやっぱり男性はやっぱり上手くなりたいんじゃないでしょうかね。はい。你对性咧有咩睇法咧？同埋你有冇试过同一时间有几个性伴侣噶？難しい質問ですね。まあでもあの。性というのはおそらく、文化や宗教とか、人種とかでやっぱり全部世界中どこでもみんなやっぱり違うと思うんですね。でも神様がやっぱりその男と女というふうにこう2種類しかやっぱりこの地球上に、やっぱり男と女しかいないという状況を作っているので。
すごく性とかセックスということを僕は真面目に考えてやっぱりこの仕事をしているし、なんかすぐこうなんだろうな、おちゃらけてこう軽い感じで話す人も多いと思うんですけど、やっぱりこの性を通してみんながやっぱりこうなんだろうな、幸せになるべく必要なことだと僕は思いますけどね。まあそれが仕事であるかどうかは別として、まあ僕は仕事なのでやはりどこまでも追求して。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。はい、男女之間用嗰啲性用具或者叫做性情趣用品嚟到提高大家嘅性興奮咧，呢個係有用嘅。其實喺好多嘅性問題嘅時候咧，醫生都會介紹佢哋用。都係等於咧我哋平時日常生活咧都需要一啲唔同嘅服裝啊，或者首飾啊嚟到增加我哋生活嘅情趣一樣。咁就會唔會依賴咧？就要睇下嗰個人。對嗰樣嘢嘅佢根本本身啊，有冇一個缺陷需要嗰樣嘢嚟到補足？如果佢唔係有缺陷嘅，佢只不過係我嚟娛樂嘅咧，佢就唔會咧長期用嗰樣嘢嘅。但係如果佢係有缺陷嘅，佢依賴嗰樣嘢咧，亦係好可以明白㗎，因為好似跛咗腳嗰啲，當然會時時要用嗰個叉啦。你點解會做咗 AV 導演嘅咧？同埋咧，平時拍攝嘅時候大約有幾多個工作人員㗎？プロデューサーになったきっかけはもともと大学生の時に写真とか映像とか人を撮るのがすごい好きで、やっぱりアダルトビデオっていうのはすごく人を撮ることを大事にしてる。咁样制作一部 AV 电影咧，系点样揾灵感噶？これはすごい難しいですね。こういう時に必ず浮かんでくるっていうのは。特には実はないんですよ。本当ふとした瞬間に頭の中にこうひらめくっていう感じですね。咁你拍片嘅時候咧，會唔會親身示範去教戲噶？そうですね。やっぱり自分の頭の中で描いてたものが撮れない時は、バンバン口出ししますね。成為 AV 導演咧係好多男人嘅理想職業嚟嘅。咁作為女性咧，你又點睇咧？なりたいっていう人はすごいいっぱいいますね。毎日。やっぱりなりたいっていう人がうちの会社にも面接に来たりしますし、あと女性の監督さんっていうのは結構いたりします。でプロデューサーってなるとちょっと他のメーカーさんのことは分かんないですけど、おそらくもう多分数えるほどしかいないと思います。可唔可以話俾我哋聽你點樣睇性文化呢樣嘢咧？すごく難しい質問なんですけど、やっぱり海外の人からよく言われるのが、日本の AV はすごい、なんか映像もクリアだし、いろんなジャンルもあるし、面白いっていうふうに言われるんですけど、日本人としてはやっぱりまだそういった作品を買うのが恥ずかしいって思ってる人が。すごく多いんですよ。けども最近、特に S1 の女の子とかはテレビとかにも出てくるようになって、これからはそういった一般のアイドルと AV のアイドルとの垣根っていうんですかね、もうだんだんなくなっていくんじゃないかなとは。今日好多謝珠寶小姐接受我哋 ATV 嘅訪問，ありがとうございます。Thank you。加藤英貴為日本首席男優啊，有日本男觀眾啊叫佢做聖之技師啊，呢位全球男觀眾都封佢為偶像嘅簽名咧，我攞到手啦。如果想攞到加藤英先生嘅紀念品嘅話咧，就請睇 ATV。今集嘅問題係。加藤英先生用咗身体边一部分嚟做 figure 呢？ A 手 ，B 脚 ，C 头。知道答案嘅朋友可以将答案连同联络嘅方法寄嚟亚洲电视，封面注明 AV 事务所主持人收。